I could step forward one by one in the labyrinth of mysteries, making a new discovery at each step. Today's discovery is this. Buddha had nictitating membranes in his eyes, along with Leonardo da Vinci. Here you see them in this video, which indicates that both Buddha and Leonardo were modified hybrid human eyes. The nictitating membrane is a transparent or translucent third eyelid present in some animals that can be drawn across the eye for protection and to moisten it while maintaining vision. ブッダの目の中にも瞬膜がありました。ダヴィンチの自画像、さらにはダヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームの目の中にある瞬膜と同じ瞬膜がブッダの目の中にもありました。瞬膜、つまり目の中にあって目を瞬間に守る働きのある膜のことを言います。爬虫類のほかある特殊な動物の中にある瞬膜です。瞬間に動くから瞬膜と言います。つまりブッダとルネサンスに現れた1500年後のキリストが瞬膜を通してつながったのです。まさに神と仏がこうしてつながったのです。神は仏は一体となって私たち人間社会を統制し指導してきたのです。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広し林、浜松シティ、ジャパン。東京国立博物館に展示してあります、釈迦龍像です。まさしくエイリアンの傑作ということになります。この目に注意してください。目に注意してください。目を注意深くご覧ください。人間にはあるはずもない、奇妙な第三の目が表現されています。ここが瞳のようですね。そしてこのまぶたを見てください。人間のまぶたとは明らかに違います。眼球はこの向かって右側の白い線です。ブルーが瞳です。そして上下まぶたがそれを覆っています。これはペロキオが描いたとされるセント・ジェロームです。まさにエイリアンです。その証明は何度もしてきました。で、そのセント・ジェロームの目と釈迦龍像の目を比較してみてください。この向かって左側が目尻、向かって右側が目頭ということになります。人間の目でないことは一目して皆さんお分かりかと思います。そしてその下に奇妙な膜が表現されています。この膜は下まぶたではありませんね。目尻にラインが収まっていません。つまり、下がエイリアンであるとするならば、上の釈迦龍像もエイリアンということになります。共に瞬膜が表現されています。瞬膜についてもう一度説明しておきます。これはワニの瞬膜です。向かって左側の方が鼻です。ワニの場合は頭の後方部から前方部に向かって瞬膜が移動します。瞬間に動くから瞬膜と言います。今、スローモーションでご覧いただいています。こうしてこの瞬膜が目を保護しています。人間にもその痕跡が残っていると言われていますけども、原則として人間には瞬膜はありません。で、これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。このレオナルド・ダ・ヴィンチの目の中にも瞬膜があります。
注意深くご覧ください。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には人間にはない瞬膜があるということになります。この今黄色い線で囲ったのが瞬膜です。目の中に目があります。注意深くご覧ください。つまりこのレオナルド・ダ・ヴィンチの絵もですね、2D の写真技術を使って作られた、まあ、自画像ということになります。これは、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる、やはり、セント・ジェロームの目です。このセント・ジェロームの中には、目が、いわゆる瞬膜が正確に表現されています。瞬膜の境目に注意してください。細かいブツブツまで表現されています。今この部分ですね。瞬間に動くから瞬膜と言います。まあ、写真技術を使わなければ、このような、まあ、絵は描けなかったということになります。下は、爬虫類の瞬膜です。境目がつぶつぶになってますね。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の両方の目と比較してみてください。これ向かって、左側の、右側の左目ということになります。まあ、つまり、ダ・ヴィンチの目の中には瞬膜が描かれていたということになりますね。で、もう一度検証していますが、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には瞬膜が描かれていたということになります。注意深くご覧ください。500年間、誰も気がつきませんでした。この事実に500年間、誰も気がつきませんでした。ここに瞬膜が描かれています。で、この青いところが瞳であり、ブルーが眼球ということになります。ですから、この黄色い部分は、いわゆる瞳でもなければ眼球でもないということですね。向かって右側の左目はさらによくわかります。ここに瞬膜が表現されています。やはり、ワニと同じように後方部から前方、方部に向かって瞬膜が移動していたものと思われます。つまり、ダ・ヴィンチは少なくとも人間ではなかった。イコール、まあ、ハイブリッド型のヒューマノイドであったということになります。ダ・ヴィンチの自画像の左右の目をもう一度注意深くご覧ください。これがですね、まあ、ダ・ヴィンチがハイブリッドヒューマノイドであったという一つの証拠になります。瞬膜ですね。そして同じ瞬膜がですね、ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームの目の中にも表現されています。まあ、それについては何度も検証してきましたので、ここでは簡単に説明しておきます。瞬膜を確認してください。つまりこれがですね、少なくともレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物はですね、つまり1500年後のキリストはですね、少なくとも人間ではなかったという証拠になります。もう一度、このワニの瞬膜をご覧ください。で、瞬膜というのは、まあ、先ほどから説明してますように、目を保護するための第三のアイリッドと言われています。これが、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームの中には、まあ、正確に瞬膜が表現されています。この瞬膜の境目に注意していただきたいんですけども、よく見ると細かい粒々が描かれています。まあ、ちょうど今瞳を覆っていますが、その境目のところですね。つまり、こうして、まあ、ブッダと、セント・ジェロームと、そして、ダ・ヴィンチが繋がっていくということになります。下が、爬虫類の瞬膜です。この、今、丸で囲んだこの境目を見てください。正確に表現されている、イコール、上の絵も、やはり、写真技術を使って作られた絵ということになります。瞬膜を確認してください。これが瞬膜です。そしてそれと同じものが、釈迦立像の目の中に描かれていたということになります。下は、ダ・ヴィンチの自画像の中に描かれている瞬膜です。この瞬膜が決め手となりました。もちろん、by 林博士発見ですよ。
このつぶつぶに注意してください。正確に表現されてますね。つまり、下の絵もですね、繰り返しになりますけども、人間が手で描いたものではないということになります。これもその証拠の一つということになります。皆さん自身で確認してください。そして皆さん、これが事実なんですよ。林浩司の思い込みや空想や妄想ではありませんよ。これは事実なんですよ。そこにある事実なんですよ。ということで、もう一度瞬幕を確認してください。瞬間に動いて目を保護しています。繰り返しになりますが、瞬間に動くから瞬幕と言います。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には、その瞬幕が表現されていたということになります。が、レオナルド・ダ・ヴィンチだけだったら、まあ、ひょっとしたら、ひょっとして間違っているかもしれないという可能性がなかったわけではありません。しかし今回、ブッダの目の中にも、その瞬幕が表現されていました。何度も繰り返しますが、ガンダーラ仏は、やはり 3D コンピューターテクノロジーを使って彫刻されたものです。その新たなる傍証ということにもなります。ダヴィンチの目の中に表現されている瞬幕をもう一度確認してください。ここが今日の重要なポイントということになります。で、今日の結論ということになります。皆さん、これは驚くべき事実と断言しても良いと思います。釈迦立像です。この髪の毛のパターンはミロのヴィーナスと同じです。それについてのビデオは何度も何度も発表してきましたので、ここでは省略しますが、この釈迦立像そのものがですね、いわゆる神々、つまりエイリアンによって彫刻されたものだということです。その彫刻の中に、このような瞬幕が表現されていました。目の形も、まぶたの表現の仕方も、ってますかね、まぶたも人間のそれではありません。この青い部分が瞳ということになります。そして目頭って言いますかね、目の付け根に注意してください。まぶたが浮いていますね。で、同じまぶたをベロッキオがセント・ジェロームの絵の中に表現しています。左の絵もですね、写真から作られた絵ということになります。その証明も既にしました。左の赤い点が目尻です。右の赤い点が目頭です。そして、本来なら、まぶたは、この左の赤い点に集中するはずですけども、離れています。そして、目頭も、まあ、人間風ではありませんね。そして、上のブッダの目尻を見てください。瞬幕が表現されています。下の方の瞬幕は、広く目を覆い始めている瞬幕ということになるのかもしれません。ともかくも同じ瞬幕が釈迦立像の目の中にも表現されていたということになります。こうして皆さんいいですか？ブッダと1500年後のキリストとそしてレオナルド・ダ・ヴィンチがつながったのです。瞬幕を通してつながったのですよ。私たちを指導する神は仏は一人であったというその証拠にもなります。上が釈迦立像の目です。左右の目です。そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチの左右の目です。同じ瞬幕がこのように表現されていました。皆さん、これが事実なんですよ。この事実をどのように判断するか。それはこれからの問題ということになりますが、ともかくもこのようにして仏と神が瞬幕でつながりました。繰り返します。仏と神が瞬幕を通してつながりました。世界の神々は一つ、一人、一心であったということになります。つまりこれがこの動画の結論ということになります。
じっくりと皆さん自身の目で確認してください。